逮捕されたのはっつ町に住む井上沙織容疑者25歳です井上容疑者は今月17日午後10時ごろから翌日午前6時半ごろまでの間江別市西のっぽろにあるのっぽろ森林公園の駐車場で駐車中の車内に炎を燃え移らせ女性2人を殺害した疑いが持たれていますこの公園では今月18日炎上している乗用車を通行人が見つけて通報し消火活動が始まりましたが中から2人の遺体が見つかり井上容疑者は車の外でうずくまっていたところ病院に搬送されていました 調べに対し井上容疑者は事実は全く違いますと容疑を否認していますが、3人で練炭自殺することを計画していたとも供述しているということで、警察は井上容疑者が無理心中を図ったとみて、3人が知り合った経緯や2人の遺体の身元について捜査しています。